立ちはだかる者を斬る。戦況を優位にします。負けられない。邪魔するならあなたたち。これが私の覚悟だ。適正勢力の死人、や、行きます。行くわ。
作戦を続行する。この部屋、なんだか変わった雰囲気ね。見える？下の方。たくさんの道が出入りしてて、まるで迷路みたい。他の道はどこに通じてるのかしら。黒髪の姉娘が気づくと、そこはもやに包まれた世界。遠くから声が聞こえます。その声は聞き慣れた妹のものによく似ているのに。そうだ、妹を助けないと。おぼろげだった記憶が徐々に焦燥感へと変わっていきます。妹をかばって受けた剣、戦場に一人残してきた妹の叫び、そして王国の兵士たちの言葉。たった一人の妹、たった一人の家族。どうか、どうか。目覚めた時、黒髪の姉娘は、姉娘は違和感を覚えます。そして自分の手足を眺め、愕然と。自分の片腕、片足が機械になっており、黒く艶やかだった髪が真っ白。
妹は？姉娘は妹を探すために薄暗い牢獄を駆け出します。いともたやすく扉を蹴破り、音を聞きつけて現れた兵士をも一蹴りで倒してしまいました。そして自分の体、恐ろしい兵器となった姿を闇が。戦況を優位にします。邪魔するならあなたたちも。まだ息のあった兵士に妹の、それは他国への侵略を続ける捕らえた人間を殺戮、選別を行っているということ。そう言って彼女が手足を失ったのは暗い過去のせいなのね。